田中さん、今回の、はい、させていただいてもよろしいでしょうか。はい、今回ですね、多くのスポンサーさんの協力により2年目のパイクスピークに、チャレンジすることができることになりました。今年はですね、市販車の改造を、まあ、できる範囲内で皆さんの最新技術を使って、なんとか頂上を、踏みたいと、まあ、去年は残念ながら、中間地点で雪のため断念したので、まあ、2年目のリベンジを果たしたいと、そういう思いでいます。で、モータースポーツにね、この EV の電気自動車の可能性っていう部分ではまだまだ未知のところが多いんですけども、ゆくゆく未来を見据えた上で、EV の可能性、そういうことを探るために、そしてまた、スポンサー皆様の新しい技術の、挑戦の場として、このパイクスピーク、そしてこのサムライスピードの、挑戦が、うまくこう皆さんのためになって、また新しいモータースポーツの、可能性を探る道になればいいなと思っております。なんとか今年は、頂上、到達してアクセル全開で頂上まで行きたいと思っています。そして、まあ、これがうまくいくとですね、来年3年計画の3年目は優勝トップ争いを狙えるような車両を持ってきて、そして、やっていきたいなと思っています。まあ、そういう、来年にもかけるためにもですね、今年まずはしっかりと、山頂で、ガッツポーズができるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。